1950DAA はアポロ群に属する地球近傍小惑星であり、潜在的に危険な小惑星でもある。直径は約1 1 6トルかつては地球に衝突する可能性が一番高かった。2002年にはパレルモスケールが一番高くなり、2880年の衝突が予想された。それ以来、 たびたび危険性の推定は更新されていった。2015年2月には地球に衝突する可能性が8300分の1、パレルモスケールはマイナス1.42に見直された。2019年12月時点で JPL の管理するセントリーリスクテーブルでは一番パレルモスケールの大きい天体となっている。この天体は100年以内の衝突はないと予想されているため、 鳥のスケールの値は与えられていない。1950年2月23日にカール・ワータネンがリック天文問題にて発見した。17日間観測されたが軌道を確定するのに十分なだけの観測を行えないうちに地球から遠ざかってしまい行方不明となった。2000年12月31日に発見された小惑星 2000YK6 が1950。 DA と同一の小惑星であることが確認され、小惑星番号29,075が付与された。アレシボ天問題のレーダーによる小惑星 1950DA-2 の画像を。2001年3月4日にアレシボ天問題で撮影されたレーダーによる 1950DA-2 の48分間の映像。当映像では0.37回転している。 2001年3月5日、1950DAA は地球に 0.0520726AU の距離で最接近した。この結果は2001年3月3日から3月7日にかけてゴールドストーン新宇宙通信施設やレシボテン問題によりレーザーパルスを使って求められた。直径は 1.1km で逆行している可能性もある。 レンカセルーノはトピオートるプロバッツによる高度曲線の解析によると自転周期は2.1216プラスマイナス0.0001時間。自転周期の短さやレーダー光に対する高いアルベドから 1950DAA は密度が高くニッケルのようにからなっていると考えられている。2014年8月にはテネシー大学の科学者がファンデルワールス力によりまとまった。 ダブルパイル天体であると決定した。次の地球への接近は2021年2月5日である。しかし、その時は地球から 0.5au も離れているため、再観測は非現実的である。次に、観測の機会が巡ってくるのは2032年3月2日の接近であり、地球からは 0.075au しか離れていない。以下の表では 0.10au 以内に、 最接近する日時を5つ示している。2880年3月16日に地球に衝突する可能性があることで知られていた小惑星である。直径は約1 1トル以上あり、万が一地球に衝突した場合は地球全域の気象や生態系に影響が及ぶ大災害となる。2002年には2880年の 衝突可能性に関して、パレルモスケールが0.17と判定され、最もパレルモスケールが大きい天体となった。最も2004年12月に、小惑星アポフィスがパレルモスケール1.10、鳥のスケール4という数値を出し、1950DA の記録を更新している。その後、2012年の時点では 2007VK184? 並び鳥のスケールが最も大きい天体となっていて、2013年の半ばにはパレルモスケールはマイナス0.58で、2880年3月16日の地球衝突確率は2270分の1とされていたが、同年の後半には地球に衝突する危険性が後退しており、2014年5月時点で鳥のスケールは0。 パレルモスケールはマイナス0.83となっている。メインベルトにある直径約 125km の小惑星ディアナは2 1 5 0年8月5日 2950AD から 0.003AU の位置を通過すると予想されている。ディアナほどの大きさでは軌道が乱れ有名な2880年が変更されることもある。また、その間にある コフスキー効果により軌道が乱れることもある。もしこのまま予測通りに行けば 1950DA は2880年3月16日に接近するが、その平均値は数百万キロメートルである。そのため、未だに衝突可能性は8300分の1である。衝突した場合、気候や生物圏に大きな影響を与え、人間の生活にも打撃を与える。 衝突する可能性のある小惑星の発見で衝突の回避に関心が高まっている。ありがとうございます。